マシュー・ブルーム、マシュー・ブルーム、マチュー・ジャソン、マット・ブルーム、1972年11月14日帯は、アメリカ合衆国の元プロレスラー、カラーコメンテーター。マサチューセッツ州、ピーボニー出身。現在は、ジェイソン・アルバート、ジャソン・アルバートの、リングネームで活躍中。A トレイン、rain, A トレイン、rain, プリンス・アルバート、プリンス・アルバート。 ジャイアントバーナード、ジャイアンツベルナール、ロード天才、ロード天才、天才、天才などのリングネームで知られる。WWE に所属。かつては、その背中の毛の濃さから、シェーブ・ユア・バック、背中をそれ、とのコールを観客から受けることが多かった。現在は、体毛は脱毛しており、全身に新たにタトゥーを入れていて、乳首や耳にヒアスをつけている。 学生時代はピッツバーグ大学でアメリカンフットボールをしていた。卒業後は NFL のサンディエゴチャージャーズに入り、その後学校の教師をしていた。その後、プロレスラーを志し、キラー・コワルスキーの道場でトレーニングを始める。プロレスデビューは1997年。インディ団体を経て1999年に WWF、現 WWE 入り。 WWF では2000年に名乗り出したアルバートのリングネームを使い出すまで複数のギミックリングネームを与えられた。2000年にテストトリッシュストラタスと T&A を結成、ダッドリーボーイズや APA などと構想した。2001年に復活した X パック ECW から移籍してきたジャスティンクレディブルとヒールユニット X ファクターを結成した。 WWF 対 WCWECW 連合軍のストーリーの中ではケインから ICO 王座の取りに成功した後にランスストームに奪われる。この時期が WWE 所属時のハイライトと言える。また、対連合軍ストーリーが集結した後はスコッティにホッチとタッグを組みお茶目な一面を見せていた。2002年に入り WWE のテレビ番組分割時は スマックダウン側に属した。またポールヘイマンのアイデアで、リングネームをエイトレインに変更する。ポールヘイマンらのチームに属し、ヒールとして活動した。この時代、体の小さなクリス・ベノワをはじめとした他のレスラーの引き立て役といった位置づけの試合が多かったが、この頃すでに TV テーピングの試合で、筋肉バスターを披露するなど、 見事のない技と解説された日本のプロレスへの興味を示していた。2004年にはスマックダウンから RAW に移籍したが全く活躍しないまま同年11月1日に WWE を解雇された。WWE 解雇後はリングネームをジャイアントバーナードとして2005年3月20日に全日本プロレスに登場ベデューマーダーズに加入し、 4月のチャンピオンカーニバルで佐々木健介に圧勝したことで一躍脚光を浴びる。2005年末に新日本プロレスへ移籍し、2006年1月4日の東京ドーム工業にて中西学部相手に新日本プロレスでの発売を行った。また、同年5月には第2回ニュージャパンカップでは永田博士を破り初優勝し E1 グップの挑戦権を獲得した。5月3日、 福岡国際センターで、ブロックレスナーの持つ e ングップヘビーのタイトル挑戦も、バーディクトで、ピンフォール負け。2007年元旦に放送された、ビートたけしのお笑いウルトラクイズの、ジオミプロレスコーナーに出演した際には、森美中のまともでないお色気攻撃に陥落したり、寝起きのお笑い芸人たち、主にカンニング畜産島を襲撃して、お仕置きをしたり、朝ごはんのおかずを、 芸人たちに分けるなど、お茶目で可愛らしい一面を見せた。来日当初は、典型的な怪物キャラクターとして暴れ回るのが仕事であったが、この頃から試合中でも外見に似合わぬ愛嬌を見せるようになり、また同時に、日本人好みの試合技術も身につけたことより、微笑みの圧殺獣として、ベビーフェイス的な人気を呼ぶようになった。同年3月11日、愛知県体育館において、 トラビス・トムコをパートナーに、中西学ブ大森隆尾組、ワイルド・チャイルドを下し、第50代イーワグップタッグ王座を獲得。約1年間にわたって5度の防衛戦を制覇し、この間、G1 タグリーグでも優勝するなど、最強外人タッグとして暴れ回った、先発を毎回ジャンケンで決めるのがお約束であった。このタッは2008年2月にトムコが新日本を表明し、 直後の6度目の防衛戦で敗北するまで続いた。その後もユニット、ライズの一員として、中村信介らと共闘していたが、同年9月の後楽園、ホール大会で、突如ライズを離脱して、GBH へ加入。これをきっかけに再び本来のヒールレスラーとして、活動し始めるも、2009年4月に、中村、矢ノラが結成した新ユニット、カオスのメンバーに、 カオス加入後は、カール・アンダーソンとのタッグチーム、バッド・インテンションズ、バッド・インテンションズとして、テン、コジ、ワイルド・チャイルドなど様々なタッグチームを撃破。G1 タグリーグでは始まって、史上初となる、前戦全勝という快挙を成し遂げみごと優勝を果たした。2010年の4月に、パートナーのアンダーソンが、カオスから追放されるに伴い、カオスを脱退。 同年5月3日にバッドインテンションスとして、ノーリミットと、青木軍を相手にイーワングップタッグ王座に挑戦。アンダーソンが、青木軍の井上渡るにフォールを奪われたことで敗退。イーワングップタッグ王座が、青木軍に移動する。翌6月にノーリミットの再戦申し立てにより3、ウェー、マッチイリミネーションルールで、再戦、ノーリミットを、オギ軍と共同で退け。 アンダーソンが井上をガンスタンで下したことで、E1 ウップタッグ王座を体感する。翌7月にノーリミットが、ともえ戦で、再び再戦を直訴したため、同じ3組で試合を行い、先に2連勝したことで、初防衛に成功し、ほどなくして、リマッチしてきた青木軍に勝利し2度目の防衛に、成功する。同年の G1 タッグリーグに、シード権で出場。 決勝トーナメントまで上り詰めるもトーナメント、準決勝で、青木軍に敗退、同じ準決勝で、ノーリミットに敗退した日木マッスルオーケストラと、並びベスト3ミリ、時期間もなくして、G1 タックリーグに優勝した青木軍と E1 グップ、タックベルトをかけて対戦し、3度目の防衛に、成功する。2011年1月4日の東京ドームにて、E1 グプタックの3ウェイマッチで、 日木マッスルオーケストラ、中西学部、ストロングマン組、ビアマネーインク、ジェームズ・ストーム・ロバート・ルード組、対戦、アンダーソンがルードをガンスタンで沈めたことで4度目の防衛に成功する。翌22日の後楽園ホールにて、CMLL の奥村アトランティス組を、2月20日の仙台大会にて、日木マッスルオーケストラを倒し防衛記録を6にする。また、 他団体の試合にも参加、ノアの GHC ヘビー級王者、杉浦隆が8度目の防衛に成功した時のインタビューででかい外人と戦いたいとコメント。それに反応する形で挑戦を表明し、2月19日の調印式で杉浦をパワーボムで机に叩きつけ腰を負傷させ、先制攻撃を行った。3月5日、ディファ有明での GHC ヘビー級選手権試合は、 終始杉浦の負傷箇所の腰を徹底して攻撃するが、杉浦の連続でのオリンピック予選スラムに敗れる。5月3日の新日本プロレス、福岡大会にて、ノーリミットと対戦、当時不協和音が鳴っていた、ノーリミットの誤爆を誘い続け、難なく7度目の防衛に成功した。6月18日、バッドインテインションスとして、プロレスリング、ノアの GHC タッグ王座。 高山義弘、佐野匠真組と双方のベルトをかけたダブルタイトルマッチで対戦。バーナードライバーで佐野を沈め、E1 グップタッグ8度目の防衛に成功するとともに、第22代 GHC タッグ王座に就く。同日のメインイベント棚橋博士対、後藤博士王妃の E1 グップヘビー級王座戦、終了後、棚橋の E1 グップベルトに挑戦表明し、 北海道での対戦が決定する。7月3日、棚橋、後藤組を相手にイーワグップタッグ王座をかけて対戦。パートナーのアンダーソンが後藤をガンスタンで沈めて9度目の防衛に成功。同月18日、棚橋のイーワグップ王座に挑戦。数々の腰攻めで棚橋を追い詰めるも、棚橋のダルマ式ジャーマンで3カウントを奪われる。試合後、マイクを片手に、 棚橋、一番。と叫び、棚橋とチリり包容。棚橋の健闘を称えた。G1 タグリーグでの対戦をきっかけに、新日本プロレス侵略軍、鈴木軍の投了、鈴木実との因縁が、勃発、12月4日に鈴木とのシングルマッチが組まれ、幾度となく逃れることに成功していた、鈴木のご知識、パイルドライバーで破れてしまう。 2012年1月4日、東京ドームで開催された、レッスルキングダムバイで、長らく保持し続けていた、E1 グップタッグ王座を、天古寺、天山弘吉、小島佐都仕組に敗れ、王座から陥落。12日には、GHC タッグ王座を、秋山ひとし、斉藤秋都仕組に奪われ、タイトルを全て失う。2月12日、ザニュービギニングで、 イーワグップタッグ王座をかけて、天コジとのリターンマッチに臨むも、小島のラリアットで自身が、ピンフォール負けを喫し、ダッシュならず、試合後のコメントで、バッドインテインションスとしての活動を休止することを宣言した。4月2日、WWE の RAW にて、マネージャーの坂本を従え、ロード天才として登場。天才は、天才と書く。解説陣から、 元 WWE 日本で圧倒的な強さを誇ったと紹介された。その後、リングネームを天才と改名。これに前後して、吉立が天才イコール天才イコール東日本大震災を想起させることから、ツイッターにてリングネームを批判するツイートを行った。現在は削除れている。デビュー戦では若手相手に圧倒的勝利。シナやパンクとの戦いでも、 坂本らの介入がありながらも勝利をもぎ取り、恐れられる存在であったが、シェーマスに敗れるなど次第に苦戦するようになる。活躍の機会が減ってくると、若手相手にも苦戦し、敗戦も多くなった。それでもマネーイン・ザ・バンク、サバイバーシリーズ、ロイヤル・ランブルと PPV には出場している。2013年1月28日、RAW ルーレットにおいて、 グローダスクレイとのランジェリーピローファイトを命じられるも拒否。後に試合内容がダンス対決に変更されたことを知らずにリング上に下着姿で登場、さらにはダンスまでしてみせた。2月1日のスマックダウンでは3メガバイトに襲われる天才をクレイが救出し、二人とファンカダクタイルズでリング上で勝利のダンス披露してみせベビーターンした。そして クレイとタッグを結成し、スイートティー、スイートティーというニックネームを名付けられた。以降、トンズ・オブ・ファンク、タンズ・オブ・ファンクなるタッグ名で活動。同年10月より、参加団体である NXT にて解説として登場。2014年2月より、リングネームをジェイソン・アルバート、ジャソン・アルバートへと変更し、カラーコメンテーターや、 バックステージアナウンサーなど裏方の仕事を行っている。2014年8月、ビデオブログで、レスラーから引退するを発表した。2015年5月より、NXT のヘッドコーチに就任。現在は、トレーナーとして、フロリダの WWE パフォーマンスセンターで、若手育成の家事を取っている。ブルームが名乗ったことがある、リングネーム、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。